やっほー、みんなやっほこんな、今日さめっちゃ暑くない？思わない？今日めっちゃ暑くない？やっほー、ピンクカメオさん、桜ありがとう、タータさんもハートありがとうございます、イサムさんもハートありがとうございます、ずんだもちさんも桜ありがとう、ワンタンメンさんも桜ありがとう、鳥さんもハートありがとう、ゴーさんも桜ありがとう、今日暑いよね、マイヤンさんハートありがとうございます、暑すぎないか、さすがに、りょうたのんのんまんさん桜ありがとうございます、ネロケンさんもハートありがとう、もう寒い日は来ないかな、だって、調べたらゆる、なんか明日も暑いんだよ確か、今21度だって、で明日は22度でしょ、で日曜日なんて24度5度まで上がるらしいよどういうこと、なんかこれやだな、信じられなくない？信じられないよね。ピンクカメさん、ジジありがとう。で、もう3月の29ですからね。もう4月になっちゃうんだけど、信じられなくない？全部信じられない。どうしよう。無理じゃないか、ゆうまさんハートありがとう、24度ってどんくらい、もうさ半袖、それそこまではいかない、エリックさんお団子ありがとう、そう今日はですね YouTube をちょっと謎の時間なんですけど、YouTube をもう上げたのでやっと3本目を、ぜひみんな見てきてください、いいねもコメントもよろしくお願いします、白眼鏡お団子ありがとう、エリックさんもお団子たくさんありがとう、25度が夏日だから半袖でいいんちゃうって、え、マジで？マジか、え、そんなんだったっけ4月って、え、4月ってそんなんだった、みんななんかあれかな、半袖になんかカーディガンとかかな、なんか去年の4月の時の服装とかさ見るの好きなんだけど、こういう時この辺だ、3月30日にさなんかなんだっけ、ここ中目黒のさとこ行ってるんだっけ、今もやってるのかな、なんかそういえばと思って、にしくんさん桜ありがとう、ハートもありがとう、ピンク神谷さんもお団子ありがとうございます
ね、春と秋なんてないじゃんね。あ、でもなんか割と、うん、何これ。なんか薄めの長袖にカーディガンとか着てるね。あと上着っていうのは着てない。長袖のワンピースとか。になってる私。もう5月は完全に暑かったっけ。いやそんなことないな。5月4日とかさ、薄めの長袖のワンピース着てる。不思議だね。ピンクカメラさん、小判っていうの、ありがとう。アイス食べたい。こんな日は。あ、間違った、変なのしちゃった。アボルシさん、ハートキャンディーありがとう。好きなアイスある？だって、うーん、好きなアイス、もう最近ね、アイス食べないからな。好きなアイス、これが好きとかはないかも。今もいや、暑すぎて本当に。おひまさん、桜ありがとう。おうち。前にショールームのイベントで獲得した景品は全部届いてるのだって。え、なんだろう、ゼリーとかかな。届いてる、届いた。 AKB の時のだよね。みんな今日は何をしてるの？金曜日だからみんなお仕事かな。あ、フルーツ大福とかね、届きましたよ。懐かしい。仕事だよね。てかさ、最近めっちゃ見たい映画があって、変な家っていう映画、見た人いないか。変な家っていう映画、ホラー系、なんか幽霊系とかじゃないらしいんだけど、なんか人間的怖さ、ちょっとわかんないって言ってた気がする。そう、ひなのも見たって言ってた。ホラー映画なの？ホラーではないんじゃない？なんか人間的な怖さ、お化けとかじゃないって聞いたけどな。本当かどうか置いといて、見てないからわかんないけど、ひなこも。察しの悪い雨穴、何それ。バーベキューさん、流れ星ありがとう。
飴穴じゃなくて受けつって変な夜に、あ、受けつって読むのこれ飴穴やばい、飴穴やばいね。飴穴やばいマジで。ちょっと笑っちゃった。なんか前髪がさ邪魔だからさ、ピンつけていい？飴穴やばいっしょ。本当におバカって感じ。ホラー系見れるのだって。ホラー系は、うん、見たいってなっちゃう。でもいざ見たらこうしてるけど、なんか手が乾燥してるからハンドクリーム塗る。ちょっと変な家っていうね映画をね見たくて見たくて、今とりあえずっていう感じ。最近の私の感情。熱っ。みんな見たい映画とかないの？今この映画が見たりとか。でも映画とか見ない？もしかして。でも私もね映画もう全然、もうここ数年、数年は嘘ついた、見てないけど数ヶ月ホラー系の映画って怖いの分かってても見ちゃう。そう、怖いの分かってて見てる。そりゃそうだよ、そりゃね。でも映画、情報技術系さん、流れ星ありがとうございます。もうすぐコナン始まるから見に行こうって。コナンね、私コナンの映画見に行ったことある。なんだっけあの映画、なんか灰原さん、灰原愛ちゃんの映画だった気がする。クレヨンしんちゃん、え、クレヨンしんちゃんやるの？嘘だ。今何が上映されてるんだろう。見てみるね、映画上映中。配給とかよく聞くよね。配給、変な家。え、ドラえもんやってんじゃん。ドラえもん、のび太の地中交響曲、交響楽。え、あとこれも見たい。4月になれば彼女はってやつ。4月になれば彼女は、満ちてゆくの。あとゴジラ、ゴジラ見たよ。ドゥーンって何ドゥーンって。ドゥーンフライとか分かんないね、この辺は。え、おしりたんていやってる。待って、おしりたんてい
なんか君たちはどう生きるかっていうさ映画ずっとやってる気がするんだけどさ、誰か見た人いないよね、いないよね。なんか面白いのかな、ずっとやってるんだよね。もしかして面白いってこと？ね、おしり探偵大好きなの。おしり探偵よく見てた、ちっちゃい頃。あ、鬼滅の刃やってるよ。絆の奇跡、そして柱稽古へ、ゴールデンカームイ、マッチング、え、めっちゃ面白そう。面白くはてんてんてんってないってことだね。ゴールデンカムイはすごかった。なに、ゴールデンカムイはどういう映画なの？戦う系？大地さん、桜ありがとう。ゴールデンカムイ、ね、見てみようか。ちょっとちょっと今日は私、え、ずっと探してたハンドクリーム出てきた。まあ今ちょっと映画、なんか温泉、なんかさ、ハマるものを作りたくて今。温泉とかどう？温泉なんか趣味とか作りたいじゃん。でも一人映画は、でも一人映画も好きだのとか言って、一人で映画見たこと一回しかないと思う。鬼滅の刃、豊洲の千客万来、深夜に行ってきた。え、深夜、深夜に行ったの？温泉いいね、湯河原おすすめ。だん、すごいな、めっちゃいいところなの湯河原。全国ラーメン巡り、ラーメン大好き。映画って一人で見ても二人でも変わらんくない？だって、うん、わかる、多分変わんない。千客万来、深夜料金安かったらチャリで行ってきた。でもお店とかやってなくない？お店とかはやってないけどってこと？行ったは行ったってこと？あー、草津温泉ね、行ったことないわ。サウナ行ってた、行ってた。サウナ好き、サウナ好きだけど、なんかそんなめちゃくちゃ頻繁に行ってるってわけじゃない。温泉みたいなのもあるんですよ、千直番で。いいな、千直番で行きたいな。めちゃくちゃめちゃくちゃ行きたい。整ったことあるの？だってある、ある、めちゃくちゃある。あー、整ってるーって。
日向の温泉 YouTube 需要あんのかそれ。相変わらずすっぴん美人すぎだったね、嬉しい。でも全然やばいよ、本当に本当にやばいよ。需要ありあり。なんか今ね、あの暑すぎて散ってゆく。何これ、あ、音落ちた。ポッポさん、ハートキャンディありがとう。ピンク神谷さんも桜ありがとう。4時になったらランキングもうかな。え、15分経ったかな、もう。今来たけど何の話してたのだって。今はね、映画の話とかしてたよ。映画、本当に出てきたって。こここれから毎日配信しようと思ってるので、あ、4時になった。期待しないで待ってるだってするて。本当に だからフォローして待っててね。ランキング読むね。13位タータさんありがとう。12位梅子部長さんありがとう。11位鳥さんありがとう。10位白眼鏡ありがとう。9位ピンク亀尾さんありがとう。8位幻さんありがとう。7位ワンタンメンさんありがとう。6位にゃこさんありがとう。5位にちくんさんありがとう。4位ゴーさんありがとう。3位ポッポさんありがとう。2位エリックさんありがとう。そして1位は大地さんでした。大地さんありがとうございます。ありがとう。そう、イベント参加するので頑張りますので、皆さんもぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。見に来てくださって。それではバイバイ、また。